フォークソノミー、フォークソノミーとはインターネットのウェブサイト上の情報に利用者自らが複数のタグ、名札を自由に付け加え検索できるようにしていく分類の方法を言う。この語は民衆を意味する英語、フォークスと分類法を意味する英語のタキソノミーを合わせた造語である。サイトの管理者がコンテンツの分類を行い利用者は 関わることのできない従来のディレクトリ、カテゴリ分類やロボット検索とは対象をなす。分類の作業が万人に開かれ、終わりのないオープンなものであること、ユーザーの共同作業によるものであることが特徴である。また検索にあたっては、図書館情報学で使われるあらかじめ定められた統制語彙の代わりに、ユーザーが自由に作成したキーワードが用いられる。 フォークソノミーによるタグ付けはインターネット上の情報の集合体の中から目指す情報や隣り合った情報をより探しやすく見つけやすくたどり着きやすくするために考え出された方法あるフォークソノミーがよく発達したサイトではユーザーにわかりやすいようユーザー自身が考えた言葉による分類がなされ情報へのアクセスがしやすいものとなっているしばしば挙げられる例には 写真共有サイトのフリッカー、ソーシャルブックマークのデリーシャスやハテナブックマーク、動画共有サイトのニコニコ動画、画像投稿コミュニティサイトのピキシーフなどがある。フォークソノミーはインターネットが媒介となる社会環境下で発達したものであるため、ユーザーは普通、リンクをたどってタグをつけた人物を確認することやその人物がつけた他のタグを確認すことが可能である。 こうしてユーザーは自分の考えや感覚に合うような投稿物、コンテンツの読み方、分類、タグ付けをする人物を気にするようになり、その結果あるコンテンツに関係する別のコンテンツを見つける能力は急速に向上する。フォークソノミーの魅力の一つは、その固有の破壊力である。フォークソノミーは、ウェブサイトがトップダウン式に提供する検索ツール、検索エンジンなど、 の巨大な能力に移行して検索エンジンが一方的に重要とみなした検索結果を表示するような現状を拒否する動きである。また、ユーザーたちによる自発的なコミュニティに利益をもたらす、ようコミュニティ内で開発されたボトムアップ的な分類、検索ツールを支持する動きと言える。ホークソのメミーによって付けられた情報や検索ツールは、 ウェブの基礎部分にあるプロトコルの一部ではない。フォークソノミーは、ウェブコミュニティの中で、タグの登録や、使用のための技術が提供されることによって勃興した。こうしたコミュニティは、ユーザーたちに対して、写真、映像など、ユーザー自身の作り出したコンテンツを共有し、分類、タグ付けすることを可能にするため作られたものである。また、ウェブサイト、ニュース、本、ブログ記事、 論文など、すでに存在するコンテンツを共同で分類するために作られたものである。フォークソノミーという用語は、情報アーキテクトのが、すでに形を成しつつあったユーザーによる分類システムを表現するため造語したものである。例えば、www コンソーシアム w3c が2002年にユーザー作成式分類タグを用いて実験していた、アンノテアプロジェクトユーザーが 掲示板のないウェブ記事に自由に注釈を付けられるようにいることを目的としていたなどを指している。バンダーワルによれば、フォークソノミーとは役立つタグ付けである。フォークソノミーという用語はインターネットコミュニティの中で生まれたタグ付けシステムを特に指して使われている。これは、フォーク、大衆とタクソノミー、分類学、分類法を混成させたカバン語である。 タクソノミーは分類を意味するギリシャ語のタクシスト、管理、取扱いを意味するギリシャ語のノモスからなる言葉のため、文字通りには人々による分類方法の管理となる。フォークソノミーという用語はフォークタクソノミー、民族分類学とは別種のものである。民族分類学とは人々が古来から植物や動物など、 周囲の万物を分類し意味付けようとして、各民族、地方の文化から生み出し、世代にわたって引き継いできた、比較的固定された分類体系、民族分類を研究する学問のことである。情報検索や、図書館情報学のプロが意味を明確にしながら、構築した、統制語彙統制語、統制作品語、コントロールドボキャビューレリーズによる分類法と違い、 ホークソノミーはシステマチックではなく情報科学者の目から見れば宣伝されていない分類法である。しかしインターネットのユーザーにとっては複雑な階層的に組織された命名法を習わずに済むためコンテンツの分類のコストが極めて低くなる。ユーザーはその場でタグを作りコンテンツにつければいいだけである。さらにホークソノミーは生来的に 再現がなく終わりのないオープンエンドな過程であり、ユーザーのコンテンツの分類方法が変わったり、進化したりするたびに即座に反応できる。オープンソースによるソフトウェア開発や、ウィキペディアのようなウィキシステムなど、共有罪に基づく共同制作、ピアプロダクション、コモンズ、ベースとピアプロダクションシステム同様、タグ作りやタグ付きに貢献する、個々人の能力に差があるとしても、こうした、 制作過程は結果として専門家によりデザインされた最高のシステムにも匹敵する成果を生むことができ。フォークソノミーの最も偉大な演劇は情報検索の際のセンスなどその検索能力にあるだろう。これはタグがインターネット上の資料の代替の内容を記述する能力による。つまるところフォークソノミーはタグ付けの対象となるコンテンツ、写真や ブログやニュースなどを見たり反応したりするのに長い、長い時間を費やして知り尽くしているような人たちが、作っているから分類能力も宣伝されたものとなるので、ある。フォークソノミーでできるカテゴリーは、常識的な人たちから見れば、救いがたいほど得意で変わっていると、びっくりされるかもしれない。例、これはひどい、後で読む、萌え、ひもて、作者は病気シリーズなどが、 そこにフォークソノミーの価値もある。フォークソノミーの分類用語やカテゴリーは、コンテンツと、それにタグを付けた人との個人的なつながり、雑感、思い入れ、価値判断から生まれたもので、タグ付け作業も不完全で仮に付けただけという性格を持つこともあるが、結果としてできるカテゴリーは、個人的なもので、かつコミュニティが判断して、おかしくないかという社会性も持ち、ある種システマチックなものになる。 それゆえ、ホークソノミーはそれを分類した人の考えなど、様々なレベルの情報を含み、タグ付けした人とそれを読んだ人々との人同士のつながりが発生し、投稿者や閲覧者同士のコミュニケーションの手段にもなる。もしある人が誰かの分類手法に共感すれば、それが他人から見て、どのように奇妙なものであれ、その人がタグ付けした他のコンテンツも見ようという気持ちにだんだんとなるだろう。 批評家の中には、専門的な情報分類システムなら、検索される言葉に含まれる、多義性、一つの単語に複数の意味が含まれる、同義語、テレビとテレビジョンなど、言語によっては単数型と複数形の違いなどは、排除されるようになっているが、ホークソノミーは、この点に関して欠点があるという指摘がある。少なくとも、もしタグの入力フォームの背後に、分類や、 整理のためのエンジンがあれば、単数複数や同銀語など、単語の語形変化やばらつきが避けられるはずである。加えて、フォークソノミーには、思い違いや恋から、無意味でおかしなタグ付けが行われることがあり、メタノイズと呼ばれる、ユーザーの厄介となりシステムの情報検索能力や、使いやすさ低下につながることがある。トップダウン式の分類方式を支持する人々には、 分類学の専門家が構築した合意済みのタグを中心に使用することによって、コンテンツの分類や検索がより効率的になる、主張する者も,もいる。フォークソノミーの欠点をカバーするには、統制語意とフォークソノミー、分類学者とインターネットユーザーとの共同作業が必要となるであろう。フォークソノミーは、すべてのウェブページにその内容や意味を記述する、メタデータ、語を付与させ、 コンピュータによる情報収集、分析に役立てようというセマンティックウェーブ構築のための鍵となりうる。こうしたメタデータはサーチエンジンの検索結果の精度、本当に関係あるコンテンツの割合を高めるはずである。しかし多数かつ多様な人々からなるウェブページ作者たちが自分たちのページに守備一貫した信頼できる方法で、 メタデータを埋め込んで欲しいという訴えにどれだけ耳を貸すか極めて疑わしい。メタデータ埋め込みに賛同する Web ページ作者たちもメタデータは習得と埋め込む手間に長い時間がかかるためその時間コストや入力コストの大きさに音を上げる可能性ある。このため WinCore データ標準を使えば扱いが簡易な上にサーチエンジンの検索結果でも自分たちのページが 上位に来るという素晴らしい成果が上がるにもかかわらず、これを使っているウェブページ管理者はごくわずかである。より公式的で統制合意を使用したトップダウン式分類に比べ、フォークソノミーは作業が分散された入力コストが低い分類方法である。もし、フォークソノミーがウェブプロトコルに埋め込まれれば、セマンティックウェブはより早く構築されるだろうという見方もある。 フォークソノミーはユーザー自身による分類システムで、それゆえ実装にかかるコストは高くないため、フォークソノミー支持者は、これが伝統的で制度化された分類法や、統制語彙に代わる便利でローコストのコンテンツ分類法になると信じている。彼らは従業員による社内文書や事業などに対するフォークソノミーを、進行の事業用分類法と見ている。中には、 職場の民主主義的運営を実現でき、業務管理を実務に関わる社員の間に分散させる、有用な手法であると信じている者も,もいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。